観光業の復活を見据え羽田空港の隣に東京ドーム2つ分という広さの複合施設が誕生です。ゴージャスなホテルに天然温泉など世界から集まる利用客をおもてなしです羽田空港第3ターミナルに直結する羽田エアポートガーデンこの冬のオープンに先駆けきょう報道陣に公開されました。 世界中から人々が集まる羽田空港の多種多様なニーズに対応するため開業する羽田エアポートガーデン飲食や物販などおよそ90店の店舗のほか1000人まで収容可能な国際会議ができるホールに価格とサービスが異なる2つのホテルが入る複合施設です。12月にオープンするホテルは 部屋数が合わせて1717 17室あり、空港敷地内のホテルとしては国内最多ということです。ホテルの最高級スイートルームに入ると、とても広い部屋に眺めのいい景色が広がっています。ソファーとテーブルが置かれた広々としたリビングからは玉川の景色が望めます。 壁には和の装飾が施され、特注のキングサイズのベッドが並ぶ部屋には、空港に着陸する飛行機が間近に迫ります空飛ぶ飛行機を眺めながら、部屋の中でゆっくりするのもいいですよね部屋でくつろいだあとは。シェフが目の前で調理し、 出来たての料理が味わえるレストランで、四季折々のメニューを堪能できます旅の疲れを癒すことができる場所は他にも、ホテルの屋上には、辺りが一望できる露天風呂が備え付けられています羽田空港の地下から組み上げられた天然温泉に、24時間入れる温泉施設も。 宿泊客以外も誰でも入浴でき、サウナや岩盤浴も併設されています。国際線が発着する第三ターミナルに隣接するこの複合施設。これからの海外利用客を見込みます。まあ、水際対策の緩和、それから、あの海外の方のですね、ビザなし渡航も解禁されましたので、やっと。 明るい話題が揃ってきたところで、我々としてはです、ね、あの前向きに開業に向けて進んでいけるかなと思っております羽田エアポートガーデンのホテルの営業は12月に、商業施設は来年1月に開業します。